こんばんは。ゆみりんが10時半をお知らせします。ちょっとテレビの音聞こえるかな。字幕にした。そう、テレビ見てます。金焼きよね。そう、眉毛だけ描いてる。あ、しかもね、こっちだけなの。じゃーん、こっちはないです。あるあるのやつ。こっちだけ描いた眉毛、ここだけすっぴんじゃないっていう。あろた、うん、幼い、すっぴんだからかな。すっぴんだから幼く見える。うん、へえ。リビング手作り食べたい。そう、今日一人で食べた。うん。おつぽーっと、おつぽー。うん。あ、僕の分残ってるよ。半分残ってる。いる？半分残ってるよ。プリンはね、残ってないんです、残念ながら。今日も推しが可愛いな。ありがとう、ありがとう。そう、もちもちご飯なんてあるんですよ。うん、問題です。じゃらん、聞こ。グッピーの和名は、ん、じ、目が、目だか。グッピーの和名、日本の名前ですね。ん、ん、目だか。にじめだか。ありがとう。ありがとう。あとは B だな。仕事や学校がオフの日を3文字で何というでしょうか。
あ、休みだ。そう。え、これ。あー、はい、解決。クロスワードでした。クロスワードでした。ありがとう。2個わかんないのがあって、そう、明日も新幹線の中でクロスワードするんで、またわかんないとかあったら聞きます。そう、私の大好きな大好きなクロスワード、なんかネットで調べてもいいんだけど、ただネットで調べるとなんかちょっと悔しいんだよね。ネットで調べると悔しいし、なんか意外と簡単なことが分かんなかったりするから、なんて調べたらいいか分かんないんだよね。そう、検証はね、なんだかんだ応募できない、応募したいと思ってるんだけどね、なかなかいつの間にか期限切れちゃってる。さる、写真のある、ちご、しっぽよ。写真を撮りたいです。よぎそ、さぬじ、さじ、よぎそ、さじぬ、ちごど、とえよ。ここで写真を撮ってもいいですか？イエーイ、いいと思う。バイバーイ。じゃーん。でもこれショールーム、あれかな、なんかカナのショールームで一回見せたのと、メールでは載せてる、いっぱい。ユニコが一番綺麗な被写体だよって、ありがとう。手なのにね、これ、新しいやつ、キス M です。見える？見えない。まあでもツイッター見たらわかると思う。うん、多分。まあでもあんまり詳しいこと言われても、私まだ初心者なのでわかんないんで、お手柔らかに、どうかどうかお手柔らかに。でもさっきツイッターの返信ずっと見てたら、みんな優しいなと思って、なんか上手に撮れてるねとか、いいねとかばっかり言ってくれて、なんかすごく嬉しかったです。撮ったんだねとか、買ったんだねとか。また公園の合間とかにどっか行けたらね、いいよねって思います。これ香川公園の時に行きました、ことで撮りに。俺全然わかんない ね、私も全然わかんないから一緒だ。よく解いてたよって、ありがとう。ことでんってなくなって、うん、ことではなくならないんだけど、ただことでんのちょっとなんか古いっていうか、昔からあるやつが来年なくなっちゃうんだよね。そう、でも私が行った日には通ってなかったので、残念、見れず。エモい電車ね、エモエモですよね。そう、またいろいろ説明書とか本とか買って学ぶので、
今のところはいいです。もっとこうした方がいいよって言われても、多分今のうちはもう本当に初心者すぎてわかんない。私言われてもなんかもっとなんちゃらかんちゃらをなんちゃらかんちゃらでって、そう今言われてもちょっとわかんないので、私がもっと取り始めたらなんかちょっと気になってたことを言ってほしい。そう今はね多分滝野に何言っても無駄だと思う。まだ勉強中なんで、そう宮島も持ってってた。でなんかそう皆さんのせっかくのすごい知識が全部無駄になります、今言っても私に。そうだからぜひね、撮り鉄の先輩とかは私がもっとカメラのことを分かってきてからいろいろアドバイスくれたら嬉しいです。今はまだおだてる時期まだおだてる時期なんで、ねえ SL 山口とかね撮れたらいいよね。あねえじゃあちょっと一つ聞いていい、一つ聞いていい、やっぱりまだ何にも言わないでって言ったけど一つ聞いていい、多分カメラこれ持ってる人多分多いと思うんだけど、これ一回撮ったらカシャって撮ったら一回その撮れたやつを見せてくれるの。なんかでも私はそれを見なくていいから全部撮り終わってから見たいんだけど、その見てる瞬間も撮りたいのに一回見せてくれるんだけど、それってなんか設定で変えれたりするんですか？プレビューなんかそんな感じのなんか設定で消せるよ。メニューどれ、撮影設定、再生設定、機能設定、表示レベル設定、設定にあるんだ。どっちにしろそれが分かったらいい。ありがとう。ちょっとじゃあショールーム終わってやってみます。やってみます。そうまだいまいち説明書をね全部見れてなくって、私常識的に考えて、いや常識的に考えてもまだもう本当に初心者すぎて分かんないんです。私まだ常識が反映されてないレベル。あっさり納得って、いやありがとう、あっさり納得、本当に納得。あ本当だ、撮影画像の確認時間とかがある。え切った、切ったよ、ちょっと切ってみた。できた。え、ありがとうございます。できた。できたよ。できた。ああ、できた。おお。できた。事務所通してくださいピースした、みんなみんなピースした、はい。え、ありがとうございます。ちょっとまた分かんないことあったら聞く。なんかなんだかんだ説明書読むよりさ、
なんか説明書大好きマンなんだけど私、でも説明書見てもよくわかんないことって多いんだよね。なんかやっぱり普段撮ってる人とかね、聞くのが一番いいですよね。ありがとうございます。また何かあったら聞きます。なんかあるまではそばで見守っててください。そうだね、握手会、握手会ないんだ8月まで。つらつら。それで公演記念写真も撮って、あ、公演記念写真はね、多分これよりいいやつなんだと思う。多分。すいません、写真 NG なんで。握手会ロス、ロスだね。へえ。なんか ST もイベントやりたいですよね、6月。AKB さんあるよね、6月に。ST もなんかやりたいな、イベント。何やります？何やりますか？まだうちわで隠してない。ちなみに、はい。質問。あ、じゃあちょっとこれ多数決取ろう。はい、質問。公園に行ったことがある方、はーい。はい、公園に行ったことがある方、ない方、はい。ない方は想像で答えてください。公園記念写真を撮るときにあなたは、顔を隠しますか ?1、隠す。2、隠さない。投票開始。1、隠す。2、隠さない。わー、出そう。席が見切れて映ってなかった場合は、自分が隠したかったか隠したくなかったか。隠す、隠したい、隠したくない。7、6、5、4、3、2、1。あー、3割隠すんだ。6割隠さないのね。へー、隠したい人はなんで隠すんですか？恥ずかしいかな。まあでもさ、確かにさ、その自分の写った写真自分だけが買うわけじゃないからさ、その公園にいた不特定多数の人に自分の写真も買われるってことだよね。写れるって誇らしいじゃんね。写真撮られるの苦手、会社で内緒できてるとか。なんで恥ずかしいからなの？ネットで拡散とかされたら嫌だから。とかじゃなくて、そう、あなたの理由を教えてほしい。想像じゃなくて、たぶりがバレるから、仕事早退したから。こうやって写真変える、変えます。そう、終演後に販売してます。自信がないから別の推しのうちわ持ってるのバレちゃう。なんか恥ずかしい。へー、イケメンだったら隠せ。いや、皆さんイケメンですよ。着てるメンズですよ、皆さん。アイドルオタクを隠してるから。記念写真をネットにアップする人がいるから。あー、目立ちたくない。会社に内緒でいいから。まあ確かに、会社で別に早退したとか会社休んだとかじゃなくっても、会社に内緒にしてたらどこでバレるか分かんないもんね。普通に休みだから来てても、そう、その画像がどこの誰がネットに上げるか分かんないもん。昨日最前列でしっかり写って嬉しかったね。私もなんか写
なんかね、記念にみんな写って欲しいけど、でも別にね、みんないろんな事情があるからね。うん、あ、嫁に内緒だから。うん、なるほどね。そっか。うん、オープンだから大丈夫。イミリン付きが浸透、それは嬉しい、それは嬉しい。なんかあれだね、私たちももっとさ、こうやっぱりもっともっと人気なグループになって、 STU オタクですって言っても恥ずかしくないぐらいにね、私たちがもっと人気になります。頑張ります。だってさ、 AKB さん、前田敦子さんとかさ、いらっしゃった時とかさ、そんなに AKB オタクですっていう人じゃなくっても、なんかクラスみんながなんだろうな、推しってわけじゃないけど、なんか誰が一番好きとかなんかあったもん。そう、別に まだ隠れファンですね。隠れずないで済むようにね。あ、女性は言いづらい。そうなんだ。じゃあ女性でも言いやすいようなねグループになれたらいいですね。うん、昨日帰ってきたのが日付超えたあたりだったんで、まあ電車も動いてないしバスも動いてなかったので、まあ、タクシーで帰ったんですけど、広島に帰ってきてからね、昨日岡山からの運転手のおじさまと、そう話してて、なんかこんな時間までお疲れ様ですねって言われて、ありがとうございますって、岡山に行ってたんですよって、岡山に行ってたのって、そうなんですみたいな。なんか私船関係の仕事してて、なんか船専門なんですけど、船乗りやっててみたいな。なんか今日はなんか ST48 っていうグループがあるみたいなんですけど、私ちょっとテレビ見ないんでわかんないんですけど、なんかがなんか船に乗るみたいなので、なんか岡山まで行ってましたって。あー、なんか船でやってますよねって言ってて、いやでも私テレビ見ないからちょっと STU って言われてもあれなんですけど、広島では有名なんですかって言ったら、うん、なんかあれだねって、広テレとか出てるよって。そう、ローカルアイドルだよって。そう、ローカルなアイドルで、そう広島でも頑張ってるよいっぱいみたいな感じで言ってくれた。いや、そうなんですねって、ちょっとテレビ見るようにします私みたいな。でもすごくいい子ばっかりだろうねって言われたから、あ、でもみんなすごいいい子でしたよみたいな。やっぱりアイドルってすごい厳しい世界だから、本当にいい子じゃないとやっていけないんですよね、少年みたいな言ったら、まあそうだよねみたいな。おじさんもちっちゃいのに頑張ってるよねみんなみたいな、若いのにって。お姉ちゃんは受けなかったのって言われて、あ、私ですか、でも私船の仕事に就きたかったんであんまり興味なかったですねって。でも逆に船の仕事しててまさかアイドルと一緒に仕事するとは思わなかったですみたいな。お話ししてた。うん、そう、真夜中日付超えたあたりの会話、これは。あんまり嘘はついてないよ、船の仕事してるから私。うん、そう、でもなんかその運転手さんも
なんかでも船に乗るって1ヶ月とか3ヶ月とか帰ってこないんじゃないのって言われて、いやでも私は船に乗ってなんかどっかに行くとかじゃなくて、基本こう陸あの港に来た船に乗って仕事するのが仕事なんでみたいな、私はあんまり船に乗って何ヶ月とかはないですね。ただその港がたくさんある分やっぱりいろんな港に行かないといけないので、広島以外にも結構行ったりしますねって。嘘はついてないよ、嘘はついてないよ、私嘘じゃないから、そうあながち間違ってはない、そう間違ってないよ、嘘じゃないから、これそう。いやでも運転手さん、そう ST48、 あ知ってる知ってるって言ってたから、あ誰か知ってる知り合いいるんですかって言ったら、いやなんか若い子は分かんないよって、ちょっと知ってる名前を言えるメンバーはいないっぽかった、でも ST は知ってた。やっぱりねそういう方が多いです、嬉しいですよね。まあ、やっぱりどうしてもメンバーの名前まではね知らなくても、こう ST48 っていうグループがあって広島でも活躍してるよって、瀬戸内で活躍してるこうローカル的なアイドルなんだっていうのを知ってくれてるのは嬉しいですよね、うん、そうすごい嬉しい。そう私よくやります、タクシーに乗ったら風邪ひいちゃってつらみ、お大事に。うーん、あ正体バラさなかったです、別にそんな、別にそんな、なんかだってさちょっと運転手さんも嫌じゃない、知らないと思ってさ、いやメンバーまでは知らないですよとか言ってるのにさ、ちょっと後ろのメンバーだったらさ、なんかちょっとあなんか傷つくようなこと言ってないかなってちょっと気にしちゃうじゃないですか。本当に私もそう一般として意見を聞いてたから、私もでもアイドルさん、アイドルの子も大変ですよねっていう、なんかメンバーいつもさメンバーのことはメンバーって言うからメンバーも大変だよねとか言うけど、そうアイドルの子ってって言うとなんかちょっとなんだろうな第三者として見てる感があって、そうなんかアイドルの子って大変、アイドルの子って言ってた、 STU の子に、 STU のことアイドルの子って、楽しかった。ヤシのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ、風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず、青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ、 I can't love you 愛は止まらない、離れ離れ時が過ぎても。 STU48 の七並べ、はい七並べタイム。 I wanna see you again、ただ会いたくてそれが恋と気づいた今さら、やがて風が吹いてくるまでに See you、 僕は7654321
桟橋に立って。あ、イミリの奇跡さん、きっとショールームを見てくれてるな、おめでとう。待て、呼ぼう風を待とう、この岬で。大サビでチャカジャンって入るのが好き、私。風を待とう、チャカジャン、この岬、チャカジャン、チャカジャン、チャン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 チャダラン、チャカジャンってパーカッションが入るのが好きです。ラブナノさん、愛は止まらない、離れ離れ時が過ぎても愛は夏やげ、ただ言いたくて、それが恋と気づいた今さらね。そう、いい曲ですよね。なるべスタンバイス、あ、じゃあ今やってるね、これ終わったらまた言うね。うん、ナナさんが感想で一人でこうやってやってるのが可愛かった、こうやってかわいかった。あ、バーストしちゃうかも。しないわ、まだしない。うん、おめでとう、おめえ。うん、もうセーフ。あ、ダメだ、もうダメだ。おめでとう、4位でした。5勝してないの、まだ1勝しかしてない。うーん、ステオチレモンラーメン昼食、え、出さなかったの、あなた、なんちゅう、え、忖度してくれた。あゆみん推しの福ちゃんのときめきさんが私を3位にしてくれた。出せたのに今。へえ、ありがとうございます。イケメン久しぶりに忖度された。基本みんなガチでやるよね。へえ、レディーファーストってやつですか。レディーを先に上がらせるレディーファーストですか。ありがとうございます。7 6 5 4 3 2 1、はい、おそうせよ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 、いらっしゃいませ。お、サッキーパラダイス、ゆみりんのときめき、なーちゃんのときめき、すごい、なーちゃんのときめき、うん、あっちゃん、なーちゃんのハッピネスだよ。まあでも私は偶然歌ったんじゃないから、ハッピネスでもなんでもないんですけどね、別に奇跡でもなんでもなく、普通に、せーのでやっただけなんで。テラ見てるのかな、見てる。ね、うん、確かに奇跡ではなく必然、なーちゃんの必然なーちゃんの必然。お、うちだったらおめでとう。韓国の人七並べできるの？あ、できるんじゃない？
できる？できるんじゃない？できるんじゃない？でも全部日本語だけど、これ多分英語バージョンとかないけど、これそれでいいな。あ、できる、できるんだって。できるよ、できるよ、できるよ。できるよ。あ、インドネシアでも行ける。そうなんだ。早く来月岡田奈々カードでしたい。それな。そっか、来月は6月だから岡田奈々カードだね。それな、3の倍数の月が楽しみですね。アイカブ頑張って、ありがとう。今日もいっぱいやったよ、アイカブ。皆さん、アイカブログインしました？ねえ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 、おも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 っていうの？本当にびっくりした時とか。マーさんの特別なカード取れた。え、誕生日、誕生日あれなんだけどね。あ、毎日してるよ、ありがとう。そう、アイカブ押してるよ、ありがとう。あ、しない。おも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 って、なんかそうびっくりした時とか。あ、コメントが動かなくなって、こっちはね動いてるよ。うん、受けてる？合ってるけど、合ってるけどあんまり日常的には使わないんだ。へえ、びっくりした時とか、わーみたいなのはね、おもおもおもみたいな。あ、ヨンさんは言ってなかった。そう、なんかスタッフさんが韓国のドラマを見てて覚えた韓国語これって言って教えてくれた。おもおもおもって、見てたら覚えるよって、これ覚えたって教えてくれた。はい、7、6、5、4、3、2、1。あ、さらさらさらへよ、おもおも面白い。超かわいいって、ありがとう。カメラ楽しいですか？楽しい。あ、やっほー、パラダイスさん、私の現在1位の方と当たった。ありがとう、たくさんしてくれて、すごい確率だね。あと、ひなちゃんの奇跡さんと、かわたんの奇跡さん、ありがとうございます。もう最近一眼レフ買った。いいよね、楽しいよね。今日のゆる公演すごく楽しかったよ。昨日かな、昨日かな、今日は来れなかったよ、ありがとう。よそ見すなって。あ、私今ね、七並びしながらショールームしながらねテレビ見てるんで、ちょっとよそ見しかない。私もユミのときめき欲しいね。当たるといいですね。ね、
テレビ何見てるの？私いつもこの時間はニュース見てるんです。いつも僕は見てるだけでよ。きっとありがとう。お昼のニュースでもやっ、あ、間違えず忘れちゃった。出せたのにバーストしちゃった。バーストしちゃった。終わった、終わった。風をまとわんこの岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差しが、そう、私が忖度してあげた。本当に嘘です。本当に間違えてパスしちゃった。めっちゃ綺麗。ありがとう、ありがとう。逆忖度、そう、逆忖度。そう、4位になった人暇だよね。はい、7、6、5、4、3、2、1。はい、そう、皆さん、私があんまりコメントを見ないからって同じコメントををたくさんはルール違反ですよ。読まれるか読まれないか運次第です。あ、すごい、ユミンの奇跡2人いる。トフクちゃんの奇跡、そう、奇跡ばっかりじゃん。すごい、ありがとうございます。あ、でもこの人はユミンの奇跡だけど3つのカード使ってず、3つ押しかな。ありがとう。すごい道押しなのに。あ、でもアイコンはふーちゃんだ。私の予想的にこの人はユミリンの、あ、好きな層してる。ひなちゃん推しですか？ありがたきの。いや、 DD じゃなくて、私的にはさ、道押しだけどミスとなかなか当たんなくって、あ、いっぱいやってた、滝のといっぱい当たって奇跡になっちゃったよ。まあとりあえず、あ、ヤバミヤバオ、さっき押しなの、さっき押し、もしかしてあなたは、あ、そうっぽい、さっき押しっぽい。なるほどね、さっき押しか。だから熱唱いっぱいやってたのかな。さっきも結構ね、七並びやってるから。そうだね、もうさっきのやつはもうセットができないから。うん、おめでとう、竹福。今日赤ちゃんみたいな顔してる私。最近流行ってるよね、赤ちゃんの。あ、3位だった。もっと頑張ろうね。見た？ナーメール見た？今日のやばいよね、めっちゃ可愛いよね。そう、私もね、赤ちゃんのやつね、昨日か昨日の昨日ぐらいに、ね、メールに送ったよ。STU でもね、出てね。もう本当にね、本当に面白い。ここ
ワードずっとやってて、昨日とか。そう。いや。けど、ほとんどあのほのたんが持ってて、で私もやりたいって言って、その教えてもらって、このアプリだよって、昨日入れたアプリを、うん、なんかその幼少期とかそんな可愛いもんじゃなくて、でなんかめちゃくちゃ面白いんだけど、ほのたんが持ってるそれを。でなんか私の設定的に、私の携帯で撮ったやつはこのこっちに入るんだけど、ほのたんのやつで撮ったやつはなんかこっちに映せなくって、どうしたらいいんだろうねって。しかもなんかさ、あれだよね、なんかそのアプリ同士での会話ってなんかすぐ消えちゃうみたいで、私もよく分かってないんだけど、そう、その動画をもらったのにすぐ消えちゃったの、よく分かんないよね。だからもうよく分かんなすぎて、よく分かんない。今口から虹が出てる。リミーの赤ちゃんの時と近いですか？なんか全然違った。アプリの方が可愛い。それ加工はされてるからね。私の赤ちゃんの時は髪の毛なかったんです、私。赤ちゃんの時。なんか、3歳ぐらいまで髪生えなかったのかな。うん。そうなの。本当に生えなかった。と、お母さんが心配して、病院に行くぐらい生えなかった。まあ普通にあるけど、今は。そう、なんか意外にね、私体弱かったんだよね、実は。実はそんなに強い方じゃなかった。今めちゃくちゃ強いけど、へえ、まあへえっていう話題だよね、それな。そう。ST 入ってからはお仕事を休んだことないけど、幼稚園とかはすごいお休みしてた。20分。よく育ちましたね。よく育ちました。七並べ、じゃあ特別だよ。はい、私のリミリン星の時間はこちら。あ、合ってる合ってる、めちゃくちゃ合ってる。これ
いいかな。はあ、はあ、はあ。皆さんと何秒ラグがあるか分かりました？今ので。はい、それでは行きまーす。10、9、あ、OK、行きます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。お、ひなちゃんの奇跡、ゆみのきらめき、滝の星おめあ、落ちてしまったよ。それは申し訳ない私が悪い、すべて。後でハートあげるね。ズッキュン。8秒ラグがあるから無理やん。え、だから無理だから私は今10から言って、しかもだから8秒ラグがあるあなたは私が10、9、8って言った時に合わせてくれたらいいの。そう、意味にメンバーと当たることあります、あります。あ、ごめん、私出してなかった。今7からしか数えないやん。え、今10から数えたじゃないですか。だからまあ、あとは運ですね。はい、わかりました。もう最終的には運なんで、運です。これはうん、運命、確かに運命ですね。これは運命です。ユミヤと私理解できないやつが悪いだってそんなことはないですよそんなことはないです。ただそうやって思ってくれるのは嬉しいけど、そんなことはないです。あ、1位だった。わーい、さっきの1位。やったー。一緒に1位になって嬉しい。お、1位だった、おめでとう。一緒に1位になって嬉しいだね、まさに。私も1位だったから。それではいきまーす。いきますよ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、はい。おい、お、今村美月よし、門脇美奈激推し。ふう、しかもすごい、一押し力1000超えてる、すご。アイカバーされる、頑張って。あ、ありがとう。でも私、あ、それはあんまり参加してないかも。ありがとう。でも嬉しいです。でも愛されるよりかはいつかイベントがある時のために撮ってくれてた方が嬉しいかも、滝野的には。ダメでした。ダメじゃない。これは
あれだ、一緒に1位になるチャンスです。帰宅しました、おかえり。そう、一緒になる1位です。これはダメじゃない。切り札は使うよ。なんちゃん、松阪牛もらったけどお肉もらえるになるといいね。ああ、私美顔器をもらいました。相株さんのイベントで。でもまあまだね、いつもらえるんだろうね、楽しみだよね、ワクワク。最新の美顔器ってどれなんだろうな。私の欲しい、あ、バーストしちゃった一人。あ、やばい、私も次バーストするかも。あー、ごめん、私バーストしちゃった、ごめんね、バーストしちゃった。そう、私のね、欲しい美顔器がね、ちょっとお高いんですよ。それが欲しいけど、ちょっとお高いからね、ちょっとダメだろうな。お高いんですよ、ちょっと。でも、なんか欲しいですよね。それが。お高くってちょっと自分で買えないんですよね。カメラとどっちがこっちか。そりゃ、私の欲しい美顔器の方がめちゃくちゃ高いです。そう、だから、自分で買えないんだよね。みんな終わった？僕が買ってあげるよって。ありがとう。でも、あの、電気製品はプレゼントできないんで、ありがとうございます。お気持ちだけ受け取っておきます。ありがとうございます。お気持ちだけ。まだ終わった、終わったって。4位の3位だった。え、おめでとう、私は4位だったよ今。うん、リファでさえ送れない。あ、そうなんだ、リファ送れないんだあれ。あ、そっか、だってあれは高いから。そうだ、あれは値段的に NG なんじゃないですか、きっと、ね、終わった。うん、うん、10万、10万、100万、10万、7、8、9、10、11、50万ポイント増えた今、私がやる前とやる後で。ってことは、それぐらい今めちゃくちゃみんなやってくれてるってこと。ありがとうございます。じゃあもう一回見せますね。うん、あ、手待ちして渡せばプレゼント渡せるんです。多分 ST はそういうのやってないと思う。うん、うん、いきます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。一緒に遊ぼう。お、なーちゃん推し10決、ゆみり推し10決、滝のゆみこ推し、ありがとうございます。わーい、ありがとうございます。ダメだ、いやだからダメじゃないって。一緒に1位を取るチャンス、チャンスだよこれは、チャンス、チャンス、チャンスだねって言おう。チャンスが来たって。当たった、当たったね、当たったね。
とね。そうだよ、チャンスだよ。一緒に1位になるチャンスだよ。チャンスはピンチ、チャンスはピンチはチャンスチャンスはピンチ、ピンチはチャンスです。もう何分で合わせた方が早いの。私は別に速さは求めてないです。そんな別に他の子はやってるかもしれないけど、別にそれはね、人それぞれのやり方だからね。パスって、私もうパス使えない。でも大丈夫、でも大丈夫、ピンチはチャンスだから大丈夫遠慮なく1位になるね、なってください、ぜひ皆さん。あ、私1位になれる。もういける、もういける、あと1枚やったー、1位やった、ピンチはチャンスでした。1位だったよ、一緒に1位になれて嬉しい、おめでとう。1位、一緒に1位だね。やったやったやった、いつもサウンド消してるからすぎ聞こえない。私はね、あのね、 BGM は消してるけどね、このボイスはつけてるから声だけ聞こえる。今月のワンピース激可愛いんだけど、ありがとう。これはね、確か自分で選べたのかな、どうだったっけ、と忘れちゃった。いや、自分で選べた気がする。いや、決められてたのかな、いや、自分で選べた気がする、確か、うん、確か。誕生日カードいつも無言で受け取って、それな、本当にそれな、本当にそれな、みんな違う衣装、いや、そんな30何着もないから、それは同じ衣装の子はいます。だって私もこれ見る限り、あずさと一緒だもん、瀬戸セブンのあれをパッて見ただけで。しかもそう、ここは違うのか、あいみんとねよみやが一緒かな。ちょうちゃんとはちょっと違うな、私。ね、質問なんだけどさ、このさ、アイコンガチャのさ、2019年ワンピース衣装バージョン登場って、これさ、何の衣装？この衣装って。そう、なんかピンクっぽい衣装、そうそう、いちご持ってるやつ。アプリオリジナルって書いてた、なるほど、へえ、ほんとだ、アプリオリジナルの2019年ワンピース衣装の、解決、ありがとう、さすが
さすが、さすがですね。ありがとうございます。はい、それではいきまーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。今月末もユミンだけ残っちゃうの？わかんない。でもあるんじゃない？お、これは全員滝の推しと捉えていいですか？滝のユミコ神推し、違う、滝のユミコ推しさん、ユミンのときめき、ユミンのときめき、全員ユミリンカード使ってくれてる。お、チャンス、いいね、チャンス使ってくれてありがとう。チャンスコイン貯めてる、いいね。皆さんどうですか？チャンスですか？チャンスだった、一緒に1位になれるチャンスですか？皆さん、うん、常にチャンス、まあそうですね、人生は常にチャンスですね。家切る、家切る。あ、来月のなあちゃんのカードを手に貯め、コイン貯めて、私も一緒、一緒でね。私に、なあさんのそのなあ推しカード、推しガチャあれを狙ってる。来年じゃない、来月6月のやつを、あれ絶対引く、あれ絶対10連引く、あれ引くために今めちゃくちゃ貯めてる。おい、一抜けしてきたバースト。なんか一抜けってさ、ちょっといい意味っぽいけどさ、ダメじゃん。あ、1位だ、やった、嬉しい。しかもこれは忖度じゃなくて普通に勝ちました。ありがとうございます、みんな頑張って。ありがとう、やった。並べながら話するのすごい。私結構ながら好きなんですよね、見ながら、テレビ見ながらとか。お、1位になった、おー、一緒に1位になれて嬉しい。推しメンガチャ10回だから4万あればいいんだけど、そう、今3万2000コイン貯めてる、貯めてるコイン、 Y のコイン。あ、このツイッターの写真今日じゃないよ、これ違うよ、これはね、あれ、この前の香川公演の時のやつだよ。今日が香川県に行ってないよ。こんばんむちゅー、こんばんむちゅー、11時40分だけど、こんばんむちゅー、10時じゃないけど、こんばんは、中4000コイン貯まったら使ってます。そう、私もそうなんだけど、たまたま今月の私自分のシークレットが出たから、そう、そこでやめた、そこでやめれた。やめれないよね、1回ガチャし始めるとさ、やめれないよね、シークレットが出たから、ね、あ、1位取ったぞ、一緒に1位になれて嬉しい。へえ、すごい、アウトなんだ、ワンちゃんかわいい。
へえ。わあすごい柔らかいんだ。へえ、毎日違う場所で展示。六本木エリアに展示。六本木ヒルズ、六本木ヒルズって聞いたことある。聞いたことある。お腹鳴ってる今。あ、ニコバーイの近く。へえ。めっちゃお腹鳴ってる。明日の新幹線のでの挨拶書はこれです。夏真由美さんのエースと呼ばれる人は何をしているのか。今ね3分の1ぐらい読んでるんだけど、そうなかなか読めなくて、なんか新幹線移動とかちょっと静かな時に読みたいんですよ。私結構本読むの好きで、そう実はカフェで本読むのとかめちゃくちゃ好き。なんだろうな、すごく気づかされることもあるし、当たり前のことも書いてるし、でも当たり前のことって自分ではそんなこと分かってるしって思ってても、じゃあそれを24時間意識できてるのかって言われたらそうじゃないし、分かってるんだけど、分かってるのとできてるのって違うじゃないですか。だからそんなこと当たり前だし分かってるのにって思うけど、ハッと我に返って、なんか自分はできてるつもりなのかなってなる。夏真由美先生じゃん。そうケビンの振り付けとかしてくださってた方の。なぜ私は前田敦子を卒業合格させたのか、うん、謙虚になるのはいいが遠慮はしてはいけないとか、帯見るだけでなんかあってなる。ムカついてる相手にこそありがとうを伝えなさい。良いプライドは自分を美しく、悪いプライドは自分を醜くする。そうだよね、私ねあんまり自分にプライドがなくって、そうなの、なんかあんまりプライドを持ちたくなくって、今までその悪いプライドを今までいっぱい見てきたから、プライドっていうものをあんまりいいものだと思ってなくって、自分の中では。でもいいプライドは自分を美しくするんです。そうだから別に悪いものじゃないし、そうなの、そうだから私はプライドっていうのは嫌なものだから自分は絶対持たないと思ってた。プライドを持ちたくないなって、プライドのない人間になりたかった。自信があるからのこと。そう、私実は結構自信ないんですよ、うん、自信ない人間だから。そう
あ、それは知ってる知ってるか、知ってた知ってた。そう、自信ないとやっていけないでしょ。ああ、いや自信ないけどやっていってます。なんか、うん、やっていってるただ別に私ステージの上では自信しかないから、ステージの上では自分じゃないから、もうそう、そう、あー、お腹が鳴った、聞こえた？聞こえました。うん、へえ、今日1時間もしちゃった、ありがとうございます。1時間ぐらいかなって思って、なんだかんだショールームってザラザラやっちゃうんだよね、いっぱい楽しいから。いつかミュージカルやるんだろうもんね、なあちゃんと。そうなの？そうなの？そしたら私観客役したい。ずっとななさんの歌を聴く役。役得好き、確かに。それなね、来月みちの舞台があるよね、見に行きたいな。みちゃん、みちゃんね、お、実はチケット取りましたって、すごい、もう取ったんですね。いいね、いいな。私がもし見に行けなかったら、じゃあ私の分まで見てきてください。行けるといいな。最近全然ずっと瀬戸内にいるので、そう、明日は東京だけど、そう、前ほど、前はもうさ、なんか 2,3 日とかしか月に帰ってこれなかったからさ、こっちに、そう、タイミングがあったらね、まし見に行きたいです。そう、だから公園にいっぱい出れる、嬉しい。うん、暇、前よりかは時間はあるけど、まあ暇ではないですよ。普通に考えて多分
月から金働いてる方よりは忙しいかも。そんなそうかまついでない普通ぐらいかな。じゃあそう、そうだね、土日公演だからね。そう、ずっと公演出たいって言ってたからね。そうだからね、嬉しいです。なあちゃんと会える日減ってるけど頑張って。はい、ここまで。昨日その場所にいましたが、羨ましい。生で見たら羨ましい。どんな衣装のあれです、あの多分これあれですよね、総選挙感謝祭のやつですの衣装ですよね、これきっと。もう見れないと思ったけど、これあれか、歌唱力でも着てたのかな。昨日見たよっていいな、いいね。なあちゃんに愛は止まらないとか言われてみたいね。言われてみたいね。あ、やばい、こっちの携帯の充電があといっぱいねえねえ、iPhone ってさ、充電いっぱいになるとめちゃくちゃさ、明らかに動きが薄くならん？ならんって。めっちゃ普通に、なんか友達に話すみたいにちょっとなったけど。ならないですか？すごい。なんか、え、遅っ！みたいな感じで。でも私は昨日元気になるビームをもらったんで、奈々さんに。あ、プログラムで遅くしてるらしい。あ、もう切れるよ、もう切れるよ、もう切れるよって、もう無理、もう無理、もう無理ってなるのかな。そうだからね、わかる。あ、やばいやばい。そういう設定になってるんだ。わかりやすくていいですね。僕は昨日ユミリに笑顔をもらって、嬉しい。それが一番嬉しいです。ああ、携帯が落ちた。イルバナメネソンイッソよ。あ、私トッポギが言いたいの。トッポギ、ここじゃなくてどこだっけ。トッポギ、あ、ね、聞いた。この前来た友達がこれがめっちゃめっちゃこれ言った。ナムルンタルンクルセチュセヨ、ナムルは別の器に移してくださいっていうのをひたすら言ってた。そこでナムルンタルンクルセチュセヨって
言ってた。使う時あるのって。別に同じ器でいいじゃんナムルってね。ピンポイントの、そうこれはそうピンポイントで書いてくれてるやつ。呼ばせようもあるよ。呼ばせよう。おもヨンスジュンチュセヨ、領収書ください。皆さん覚えててくだ、覚えてた方がいいですよ。ヨンスジュンチュセヨ、領収書ください。第13位がおいでます元気さん、岡山公演ありがとう。ユミコの輝く英語最高です、ありがとうございます。第12位、アリさん山口県在住ありがとうございます。第11位がキューさん七並べ、今月はユミインカーでなくて苦戦中を頑張ってください。もう後半になっちゃったけどありがとうございます。第10位がゴーセブンさん、岡山公演で久しぶりにユミに会えて最高でした、ありがとうございます。岡山。第9位がスランプくんさん、ユミリン不足ショールームで解消、今日も可愛い、ありがとうございます。あ、明日ショールームできないかも私、ごめんなさい。第8位が片源カールさん、ありがとうございます。第7位がユミリンのダンオンに、おやすみなさい、夢で会うよ。おお、今宵もまた夢で会いましょう、こんばんはよ。第6位が大好きマン、ありがとうございます、大好きマン。第5位が西宮のヨネさん、おとといのポニーテールが美しかった、おありがとうございます、また気が向いたりします。お、第4位が東京特許局、東京特許許可局局長さん、ありがとうございます。すごい、これ私多分いつか言えるようになるんだと思う、ありがとうございます。第3位がたっちゃんさん、ひなマイハウシ、お、ありがとうございます、マイハッチー。第2位がマーボーさん、令和もおしめん好き好き言っていたいと思います、お、言ってください、ぜひたくさんよろしくお願いします、ありがとう。第1位がチーバーキンさん、お、8月まで我慢、劇場に行けてよかったね、ありがとうございます。瀬戸内まで来てくださってありがとう。で、8月までに会えるといいんだけどね、寂しいね、握手会ね、もうなんかどっかで勝手にやろうよ、広島のどっかで勝手にね。じゃあ今日は最後までありがとうございました。明日も一日頑張りやみりん、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさい。